人がいっぱい並んでるようやけど、なんやこれ、何の列や。あと16人、楽しみだな。あれ、あんたは温泉の。あ、お前は蛇状の日陰じゃないか。そういうあんたは、あかん、名前忘れたわ。カツラギだよ、半蔵のカツラギだ。ほな、カツラギ、これ何の列なん。列って言ったらラーメンの列に決まってるだろ。あと16人で食えるんだよ。おお、一人また進んだ。あと15人、やっほー。なんで並んでまでラーメンを食べるのかわからん。並ばんでも適当に何でも食べればええやん。分かってねえな。とりあえずおっぱいもみもみしてやろうか。は？なんでおっぱいをもみもみするんや。冗談の通じないやつだな。まあいいや。あのな、ラーメンっていうのはロマンなんだよ。ロマン？そう、ロマン。丼一杯の中に夢がいっぱい詰まってるんだ。こってりの豚骨スープに固めの細麺、炙りチャーシューと半熟卵。あもう考えただけでも頭がクラクラして鼻血が。なんかわからんがすごそうやな、ここのラーメンは。ん？前の方の列で横入りしているやつらがいるぞ。あれは地元の不良どもか。許せねえな。あいつらはわしに任せとき、あんたは列に並んどきや。え？せっかく今まで並んでたんやろ。まあそれはそうだけど。その代わり後でここのラーメンをご馳走してや。わかった。じゃあ飲んだぜ、日陰。日陰マイジュンビル任務開始。行くね。
お前強いな。どうしたん？あたいは強いやつを見ると戦いたくなるんだ。そうなん？あたいは強くなくちゃならない。強くなるためには強いやつと戦い続けなきゃいけないんだ。日陰、あたいは今ここでお前と。カツラギ、あんたの話はようわからん。今は戦う時はないやろ。戦う時じゃない？じゃあ何なんだよ。今はラーメンを食べる時や。ラーメンを食べる時やろ。そうだな、日陰、お前の言う通りだ。今はまずラーメンだな。そうや。お、ちょうど順番になった。日陰、思いっきり食べようぜ。あたいのおごりだからな。ほな、お言葉に甘えさせてもらうわ。